ポジションにつけてボールを引き出しています、はい、さあ琉球は富所上城クリアする開いた風間光也ペイントかわしてまだ持つ右足上福本ナイスキーパー来たかこれ拾ってですねここでキックフェイント、はい、でここでもう一回かわすんですけど、コースが正面でしたね惜しかったですねこの瞬時、はい、素早く前につけている風間へその風間が仕掛けます風間熊本が対応してる風間光也ゴールキーパーくしびきおっとくしびき栗山ですかね交錯したところこぼれていったところその風間光也がシュートを狙ったんですけどね、はい、リブルですと西川が上がっていきますハモンに当てて風間光輝から縦パス風間光也のシュートこれは右にそれていきましたがもういい崩しでしたよねハモンからワンタッチそして縦パスが入った後風間です ね非常にテンポのいい崩しでしたね中盤にスペースをもういい崩しでしたよねハモンからワンタッチそして縦パスが入った後いい飛び出した上原中後ろから風間光也左足こぼれているぞ小野伸二中が上がっていた琉球ももう本当小野選手入ってねちょっとガラッと変わりましたねこの雰囲気ね風間光輝縦ワンツーつないで鈴木そして風間光也の左決めた移籍していきなり風間光也風間光也のゴールで琉球がすぐさま追いつきましたここもスルーからそのパスですよねその後に内側に持ち込んで左足この鈴木選手のこのパスが良かったですね、はい、でこれおそらくキーパーから見るとあの宮川に打ったような感じに見えたと思うんですけど、はい、ここですねこのアングルから見ると宮川に打ったように一瞬キーパー動いてますよねそうですね徳重が一瞬自分のこう左側に反応してますけれども、はい